あなたの家をパワースポットに、ウィングホーム代表斉藤です。娘のミウナです。広い横幅も、そう、車が 1,2,3,4,5,6 台以上止まりそうで、アプローチも広いよね。で、バイクガレージもついてるんだよ。ポーチも広いよね。そう、 J カラーっていう、これ塗り方うまいね。で、ここの雨に濡れないところにポスト。ね、このさ、天井、そう、まあフェイクだけど、木目調。ここもちょっと合ってる、天井だから。そうだね、落ち着いた感じかな。お邪魔します。そうですね、まだね、外外光が終わってないんだけど、入った瞬間のところに、まあ、ブルーベリーだったかな、ちょっとなんか好きな木があって、それを植えたいって言ってた。で、こういう時には花とか実をつける木の方が、はい、その季節によって変わってくるからね。カバーがガラスで、影が複雑なライトが増えてるね。なんか指輪のカットみたいな感じ。まあ、そのここはドマシューではないから、ベビーカーとか、あと三輪車とか、ワンちゃんの何かもです。あと傘立て、ゴルフバッグ、まあいろいろ置けるよね。今回は既製品の下駄箱だね。そうだね、ちょっとこうオークっぽい、アンティークのオークっぽくて、でこれアウトセットって、ほら外前についてるんだよ、この、だから縦の枠がないわけ、ドア枠が。あー、広っ。なんかさ、一番最初に見ると飛び込むのはこの枠の端、格子ね、と、あとこの格子が、意外と上の格子、こんなとこまで行ったんだ、視界広いね。上から下まで、意外とさ、ちょっとコーディネートされてね。そう、ここはね、中がね、まあ、これ床も多くなんだけど、似たような木の色で統一されてる。似てるけど、ちょっとずつ違うよ、ほら、素材が違う。それはあの木のね、樹種が違う。で、色目は似てる。ワンポイントなんだけど、その色全部合わせたいとかって言って、全く一緒にした方が不自然なんだよ。適材適所って言って、例えばこの階段に使う木なんかは硬い木使うし、その柔らかい木を使うとこもあって、ということで樹種が違うから、色目合わせるのはいいんだけど、全く同じ色だと、そう、偽物感が出ちゃう。全然おかしくないもんね。でもちょっとこう色目合わせてるよね、ライトも、そのカーテンレールも、で素材感が出てるね、このカーテンの色とかもね。これはね、もともと格子を使いたくって、どこかに、でね、この1本ここに柱があるんだよ。そうそう、これはこの部屋の真ん中にある柱で、どうしても外せなかったわけ、空間広すぎて。で、1本だけ出てるとちょっとこう邪魔な感じがするんでね、だからそれをこの格子のデザインの中に入れ込んじゃった。でもって、この格子と階段に囲まれたこの4畳半のスペース、ここがフリースペースなんだ。フリースペースって何するの？ご家族の成長に合わせて、まあ、いろんなことするんだけど、場合によっては畳を、置き畳っていうのをね、ここに4畳半分置くかもしれない。なんかさ、このスペースのマット、シューターみたいに敷いたら、ここだけでなんか空間ができそう。それもあるよね。それで、ほら、ここの収納を見てみな。ほら、床がつながってない、1段上がってるんですよ、床が。扉の下に空間も設けてるわけ。1段上がると、どんな効果があるの？だったら、さっき言ったカーペットとか絨毯敷いた時に、扉が擦っちゃうじゃん。こうしとけば、ほら。それと、もう一個は、まあ、ここは階段下を利用してるんだけど、その、この床の埃が収納の中に入りづらいよね。キャスター付きのなんかだとやりづらいんだけど、そうじゃなくて箱で置くとかっていう場合には、
この収納の中がホコリっぽくならないっていうメリットがある。そうだね、低いタイプのテレビボードで、まあ、テレビは、まあ、高くつけることもできるし、まあ、テレビの裏にこのボックス隠れちゃうから低くつけることもできる。でもここでも要はこのソファーに座ってる人の頭越しにダイニングとかキッチンからテレビ見るからちょっと高めの方がいいよね。え、ここが芝生なの？そう、芝生と何か張り分ける予定なんだけど、夏の間は芝生と枯れちゃうから、木とか植えても。だから今涼しくなるの待ってる。それとね、ほらここウッドデッキあるでしょ。でここにも軒が出てるから、軒下、そう、軒下が欲しいって言ってたんだよ。それともう一個はね、ほら前に家があるでしょ、で夏はいいんだよね、ここから太陽が入ってくるから。逆に入れたくないからこうやって軒を作ってるんだけど、冬は影になっちゃうんだよ。それで必殺の一畳吹き抜け。パパよくこの前で。そう、まあこれ横でも縦でもいいんだけど、うちの場合漆喰だから光が入ると壁を乱反射しながらふわっと明るくなる。え、ここいいね、軒下好きです。うん、夏は大活躍すると思う。そうだよな、家作りって進化すると全部考えなきゃいけないんですね。そう、台風とか。夏はどうやって火を入れないか、で冬はどうやって火を入れるか。風通しっていうのはあんまりね最近は言わないけどね。うん、なんかカーテンと似た色目だね。ちょっとグリーンが入ってるか。え、そういうの作ってもらったの？いや、これは選んだんだと思うよ。ここはね、リビングの横なんで、まあリビング収納なんだけど、隣がほらスタディーコーナーでしょ。で、スタディーコーナーにはあえてその棚とか作ってないから、まあランデソルとか文房具とかそういったの入れるんだと思う。まあ、それをね気をつけなきゃいけないんだよ、うん、あのちょうど置きたい場所なんだよ、ここ。だよね、だよね。そう、ここダイニングでこのぐらいまで置いちゃうかも。積んじゃう、積んどくってやつね。このベールっぽい色なんだけど、ここはステンレス。ちょっとこれステンレスっていうけどチタンみたいな、うん、ちょっと渋め。うん、ちょっとこれありそうでなかった。そうだよね、うん、結構品よくまとまってるんだよ。こうやって見るとさ、やっぱほら天井を木にしたりする場合もあるじゃん。ある。そう、ちょっと重くなるんだよね。でこれ下にこう色つけてるからこう落ち着きがある。でこの格子とマッチングしてるからちょっと高級感のある空間になってますね。うん、ここはあえて収納にしなかったから、まあ、カウンターにしてちょっとハイチェア置いたりするんじゃない。朝ごはん食べるときなんか喫茶店でなんかモーニングみたいな。コーヒーとか飲んでもさ、うん、ここの3つの収納が違う。そうだね、うん、このコードとかそういったものは全部一緒なんだけど、うん、ここに入れるのでしょ。ここで1段つけてるね。この向こうがね、実はお風呂なんで、この一段ギリギリつけれるだけつけた。10センチでもこの冷蔵庫の扉が後ろにいた方が使いやすいから。で、このキッチンの扉の色もさっきのこの腰壁の色に合わせて色を絞ってますね。あ、ガスだね、うん、5人に1人くらいかな。あ、ここめっちゃ使いやすそう。うん、通り抜けタイプのパントリー両側使えます。え、そこいいじゃん。なんかすごい、うん、なんかさー攻めるの。そう、こういう通り抜けれるパントリーっていうのも人気だよね。うん、女性が絶対好きだよ。だって通り抜けてパントリー行ったらそれにお化粧しようって思って、なんか毎日 の、 そのお化粧するまでのさ通路じゃん。まあ、それがハッピーになる。そこはタオルバーだね。タオルバーあえてのここなんだ、うん、
引き出しとかじゃないの、ま、違うよ。だってさ、手を洗ってから、このタオルバーが横にあったら、ポトポトポトって落ちていくじゃん。あ、広すぎてってことか。確かに。あ、2つあるんだ、タオルバーが。そう、こことここにかけるのも違うんじゃないかな。ちょっと聞いてみたいです。ライフコーディネーターの久野木かなと申します。タオルバーはお子様も手が届くように低い方にもつけました。ミラーはオーダーで作ってるから、やっぱり収納重視というよりもここはデザイン重視だよね。インテリアだね。さっき見たようにさ、こっから見るとこの2つのアーチを通り越しての洗面だから、まあ、テンションが上がる。これもタイル割り完璧だよね。完璧。これはね、上に赤取りがあって、やっぱりインスタとか見ていろいろ考えるんじゃないの。まあうちのセボレだけどかなりあるからね。そうだよね、絞るのが大変そう。そうそう、まずデザインの軸を決めないと。そう、まあシンボルカラーっていうのかな、コンセプトがバラバラになっちゃうと。そう、ただ自分アドバイスするんだけど、もうやりたいことがもうバラバラで困るっていうと、もうやりたいものを集めてくださいって言うんだよ。そしたらその人の世界観になるから、何か共通項が出てくるわけよ。うん、なるほどなるほど。広いな、今回の宅広いな。うん、ちょっと広々してるね。土地も買ったの。そうだね、土地も広いよね。ここがランドリールームでしょ。これが昇降式だよね。ここほらカウンターがないじゃん、アイロン台が。多分こっちの隅に置くと思うんだよね、置き家具で。ここにも洗濯機。うん、そうそう。洗濯機があって、でここでカーテンで仕切れる脱衣スペースで、まあ、ここは多分下着置き場になるのかな。ここにこれを置かれたり、ね、これ本当にすごいしっかりしたカーテンだね。うん、こういうところが大事で、昔のさアパートにあったようなさ、ペラペラの水弾くカーテンあるじゃん。ネットガスのね。そう、ああいうのにしちゃうともうガクッと落ちちゃうんだよ。あ、ね、そう、だから水に濡れたら困るからとかって、そこは考えないで、あえてこういうところに贅沢なことすると、あ、ここにこれなんだっていうことで立地感が増すんだね。確かに、これカエデかな、メイプル、で、そこもどこにでもつく。これスタンダードになってきます。まあ確かに掃除楽だもんな。こっちにもつく。あとこういうボトルを一回買っちゃえば、ね、あとつめ替えも、ああ環境にも優しいよね。でもさ、子供が大きくなってくるとそれぞれ使いたいシャンプーとかリンス変わってくるから、ブワッとどっかに並べなきゃいけなくなっちゃう。まあだからこの色を変えて、ああバチ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 いろんなとこに変えるんでこの風動線めっちゃいいね。うん、これキッチンからのランドリルーム、かなり近いですね。結構ここもいいなって思った。そこなんだと思う。収納、ちょっとしたスペース、これ収納なんだけど、あの分別をしたいっていうことで、ゴミ収納っていうのかな。だからいろいろあるじゃん、缶とかペットボトルとか。今さ、だいたいさリサイクルでも全部水筒で洗ってそれからしまうでしょ。だから家の中でも十分なんだよね。でここも北側に道があるんだけど、やっぱり影が映らないように上の方にしてるね。このライトもなんか変わってるね。なんかアンティークな感じもするし、丸いウッディな。これ多分支給品だと思うな。ここで初めてブルーが登場した。これグレーだよ。え、グレーグレーだよ。これはグレーじゃないの。ブルーグレー、もしかしたらブルーグレー 2色合わせたかもしれない。こちらはグレーの4色になります。ほら、ここは外から見たベルトインガレージ。あ、これセンサーライトだね。ご主人たっての希望。そこ板張ってるけど、なんだろうな、何か引っ掛けるの自分でやるのかな。所ジョージさんの世田谷ベースみたいな。そう、所さんのこういうイメージがある。そう、出来上がったらどんなふうになるかな。あのご主人の世界観がここに出ると思うよ。
だ思い出した。それでさ、さっきのここのほらリサイクル一時ストック、この中に作ることもできますよって言ったんだけど、うん、それはご主人がそれだけはやめてほしいって言った。世界観が壊れちゃう。カレージってなんか男の夢って感じがする。いやそうだよ、これ作らせてくれる奥さんがいい奥さんなんだ。いや本当そうなんだ。うちはダメってさ、なかなかね、あのハードル高いよ、うん、交渉が必要ですよね、このスペースをカレージにするんだから。ここはね、まあ、間取りの都合上、まあ、こうなったところなんだけど、あのここにその収納が作りますよということで。え、私だったらここ紙棚にする。紙棚、紙棚、なんかお札とかなんか良さそうじゃない、置いたりする。これ収納、ここが収納、最初の、あ、ここがお手洗いだ。そうですね、そうだね、窓なしのお風呂とトイレ、これはタンク上で手洗いということで、うん、2階には洗面作んなかったんだね、うん、ここのスペースなんですか。ここもちょっとこう間取り上残ったスペースっていうか、まあ、こういうとこは意外と大事なんだよ、うん、後でこれどこ置こうかとかっていう時にこれずっと入るから。このお部屋は隣向きだから明るい感じがする。そう、まあでも前に家があるね、うん、まあ、向こう側からすると北側の窓だから、まあ、開けることはないと思うけど、でここにクローゼットがあって、はい、ね、幅1800。ここは引き戸、うん、これも子供部屋じゃないかな、結構服持ってる、これ広いよね、お姉ちゃんとか。ここが子供、さっきとね、左右対称だから、はい、あれ、ここも広いっていうことは夫婦別室かな。ちょっと事前情報しっかり見とこなかった、うん、まあ自分の設計なんだけど、もう1年前だからね。今日の気に入りポイントはこのカントリーから洗面所に行く道です。夢のような道だと思いました。私の飾りポイントはこちらのガレージになります。ガレージを少しでも広くしたくて、まあ、こういうふうに階段になってしまったんですけど、階段下まで使って曲面まで大きくできたこのガレージがこだわりです。